ちは。テンポ悪いですか？ずっと一人で喋ってるのかな、ヘラ。こんにちは。お疲れ様です。暑くないですか？めっちゃ。あはしまさん、フォローありがとうございます。ついにイベント最終、そうですね、皆さん、星投げとカウントよろしくお願いします。本当に星投げだけで大丈夫です。ありがとうございます。こんにちは。全然眠気が覚めない。今外だからめっちゃ暑い。暑そう。外絶対暑い。外確実に暑い。こんにちは。だって今部屋の中が暑すぎてめっちゃ汗かいてるもん、普通に。フォローしました。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます、フォロー。エアコン止めれなくなった。確かにね、一回つけちゃうと止めれなくなるよね。絶対にそう。このイベントでホラーさんもたくさん増えて、そうだね、このイベントフォローしてくださる方も結構いらっしゃったので、
ゆうとさん、ハートありがとうございます。クーラーガンガン使ってます。やっぱ使ってるか、みんな。関東、日差しが異様に暑い。暑いね。みんな大丈夫？来てます。え、そんなにやばいですか？結構ちゃんと今起き始めていますんですけど、眠そうですか？昨夜よりは全然大丈夫。確かに昨日の夜やばかった。眠気が本当異常に、今すぐに寝落ちしそうだった。まあでもあれかもね、なんでなんかさっきからめっちゃコメントで寝起き寝起きって来るけど、普通にすっぴんだからじゃね。普通に顔が悪いから寝起き感強いんだと思う。シンシグさん、フォローありがとうございます。声もまだ寝起き感、あ、声はちょっと今日やばい。もうカラッカラ、喉がなんかもう痛い。乾燥してるから寝起き声というよりかはなんかちょっと普通に喉が痛い。喉が痛いですね。乾燥してます。軽く風邪っぽいんかな、喉かもしんない。なんか咳出てるからね。咳のせいで喉も多分傷つくしね。体調大丈夫、大丈夫だよ。うん、全然元気。ついに150万ポイントか。うわー、ありがとうございます。本当に本当にたくさん、みんなありがとう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。こんにちは。体調万全な日をいつから見てる？体調万全な日はもう生まれた瞬間からないと思います。私に体調万全な時はここからはもう一生来ないと思います。こんにちは。万全なコンディションの時ないのか。ないですね。はい。こんにちは。
ご飯は何か食べた？食べてないです。お腹空いた。こんにちは。お腹空きました。あ見た今の口先もなるな。こんにちは。食べる予定であるの？まあ食べるんじゃない多分。頑張ってください。ありがとうございます。俺もそうなんだけど、熱はなくて咳が続いて声カスカスになるの流行ってるみたい。あ、そうなんだ。それそれかな。私今愛してるカズさん、かわいい人、ありがとう。埼玉のおじいちゃんさん、ハートありがとうございます。ちんさん、ファイトギフト、ありがとうございます。マシオさん、ご視聴ありがとうございます。それかな。自分は梅雨のせいで頭痛にめっちゃなる。それはわかる。それはもうひなもよく偏頭痛になっています。辛いよね。みんなを大事に。なんかこの季節やっぱ結構なんか体崩しやすいじゃないですか。普通に不安定だし、なんか世界が普通に世界が不安定だから。世界って気候天気とか。だから風邪ず体崩しやすいよね。こんにちは。わあすごい、ありがとうございます。キューマンさん、猫のギフトたくさんありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。本当たくさん、すいません。本当応援してくれてありがとうございます。暑いな。もつぞうさん、レインボーしてありがとうございます。眠い日ありがとうございます。本当に何でこんなに寝ても寝足りないんだろう。いつもすっきり起きれることってないんかな松蔵さん、ハートありがとうございます。ベッドが体に合ってない。あ、そういうのは多分ないですね。全然私などこでも寝れるんで、あんま関係ないと思うそれ
そんな時よくある。寝ても寝足りない、寝足りない。なんかしかも変な思うんですけど、たくさん寝た時の方が眠いんですよ、目覚ました時に。それってどういうことですか？ちょっとしか寝てない時の方がすっきりする、元気。たくさん寝た時の方が次の日ずっと眠い。矛盾してるよね。避難してるカジさん、買ってありがとうございます。そう、寝すぎても眠い。どこでも寝れるんか、いいな。そう、ひなの特技です。マジでどこでも寝れる、何でもいける。全然何でもあり、何も嫌じゃない。ベストな睡眠時間どのぐらい、どのぐらいがベストなんですか？世界的に6時間とか7時間とか。どんぐらいだろうね。今はでも寝れたらいいかなって。寝れたら何時間でもいいかな。なんか結構1時間とかでも、その寝たっていう事実がひな的には大事だから、なんか思い込みさせればいいんじゃないかなって思っちゃう。だって寝てる時間って、寝てる時間が7時間だとしても1時間だとしても、起きた時の感覚って同じくないですか？7時間でも一瞬だし、1時間でも一瞬じゃん。だからなんかひな的には脳内に思い込みでもさせとけばいいんじゃねっていつも思って、その寝たという事実がとても大事だと思う。だから1時間しか寝てなくても1時間寝たって思い込ませる。寝てる間の時間なんてわかんないから、まあ寝れるなら寝たいですけど。どう考えても。こんにちは。でも今日全然寝れないだろうなって日は、もう寝たという事実がとにかく大事だから、そのガチなオールはしないようにするっていうかさ、なんていうの、ガチなオールだともう寝てないっていうのが頭の中にインプットされちゃうじゃないですか。だからもう本当にオールになりそうでも10分とか寝たら寝たっていうその事実になるから、そう、としぴんさん、ハートありがとうございます。気持ちの問題とかじゃないな、なんて呼べんだろう、もうなんて呼べんの、日本語がうまく出てこないけど、気持ちじゃなくって現実上の問題。ちょっと日本語違うな。寝て起きて日付が変更されてる感じ。そう、そんな感じ。そう、寝れば日付が変更されるの、日なの中だから、まあ、オールしちゃうと寝てないってなっちゃうから、もう本当にオールになりそうな場合はちょっとでも寝る。
そう。遠征の前日、夜1時間でも寝るようにしてます。えね、本当に大事。ありがとうございます。遠くからいつも。実際の時間は関係ないくらい、関係ないなく、いくらかでも寝れば、そう。そういうこと。イベントお疲れ様でした。ありがとう。いい結果でもありがとうございます。ありがとう。本当応援してくださってありがとうございます。1週間ありがとう。昨日今日って結構寝れた。まあでも寝れたかもしれない。昨日結構早く寝たからね。昨日結構早く寝ました。うん。それで朝配信の後も寝たし全然寝足りなくてね。今からも寝たいぐらい。睡眠アプリでダウンロードしてやってみたらどれだけ熟睡してるか。おお。なんか一回やったことあるんだよね、そういうの。一回やったことある。なんかちっちゃい虫いる。やだ、なんか口に入りそう。最終とカウント完了。これでガチエビ来てもらえる。ありがとう。本当にありがとうございます。みんな星の上げカウントありがとう。なんか眠そうだもんね。たくさん休んでほしい。ありがとう。眠いんですよね。でも一生眠いんですよね。なんかどんなに寝ても。一生眠いです、本当に。わあ、すごい、ありがとうございます。アンドゥさん、猫10連ありがとうございます。タワーですね。ありがとうございます、本当に。ありがとう。アンドゥさん、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。一週間お疲れ様、ありがとう。ありがとうございます。イベント全部で3週と50カウントできた。ありがとう、毎回。ありがとう、本当に。もう寝れないってくらい寝たことある。今結構どんなに寝ても寝れちゃうんだよね。どんなに寝ても寝れちゃいますので、寝れないってなったことないか。避難してるカズさん、星ありがとうございます。こんにちは。目が分かんなぁ。一回水かけられたい。冷ませってバシャって
あのさ、小学校の時さ、プールに入る時さ、なんか一回冷たいシャワー浴びるやん、わかる？あれ超大嫌いだった。いつもどうにかあれを回避したくって、全力で一番水がかからなそうな道を全力で走るっていう。あれ本当に冷たいよね。もう意地悪って感じ。なんかもういじめって感じ。もうあったかくしてほしい、本当に。プールの授業って本当寒いとき寒いよね。もうこれいじめですかっていうぐらいさ、もうみんな唇ガクガクしてさ、やってるときない？なんかまだそのプールの中にいたら、最初は冷たいけどさ、プールの中にいたらさ、なんかあったかいじゃん。でもさ、その濡れた状態でさ、なんていうの、なんか外にさいさせてる時、めっちゃ意地悪やな先生らって思ってた。ねえ、紫になってる人いたよね、唇。なんか先生たち子供いじめるの好きなんかなとか勝手に考えてた。めっちゃ悪い考え。普通に授業なんですけど。お昼用事あったんだけど、ひなの配信を制しました。ありがとう。大丈夫ですか？ありがとうね、見に来てくれて。風が吹いたら特に寒くなる。そうだね、風寒い。みんな凍えてそんなイメージ。凍えてた。普通にやだ、泳げないし、3メートルしか。うわー、すごい、ありがとうございます。ぬくさん、猫の10連タワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね、たくさん応援してくれて。ぬくさん、ありがとうございます。本当にありがとう。アイアイさん、フォローありがとうございます。いや、学校の先生のそんな考え方が多いの。そうなんだよね、学校の先生好きじゃないからさ、もう何でも悪く捉えちゃって、あー始まったとかさ、なんか、あーもう、はい、そうやって頭悪い人いじめ始まりましたとか、ずっといつも頭の中で思ってた。めっちゃ学校の先生嫌いやん、自分。だって、お前現にそうだもんってひのは思っちゃう。学校の先生は頭悪い子供が好きじゃないんだよ、マジで。中にはいい先生もいるけどね。もう頭よく生まれた時点で、ひなみたいに頭悪い子の気持ちがわからないっていう方が多かった。私のね、出会った先生方はねっていう感じだけど、もちろんいい人もいると思うけど。口紫になった人がみんなからバスタオルかけられてだるまになってた。わかる。でもさ、あの寒さの中のタオルめっ
っちゃ幸せじゃない、プールの授業。もうめっちゃ寒い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 、ブルブルブルってなってんじゃん。それをさ、あの360度体が隠れるさタオルを羽織るじゃん。もうそれが本当に幸せだったもうその暖かさといったらもう何にも勝てないぐらいの幸せ度こんにちは。ヘシからいい先生のエピソード全然聞かない、うん、ないナイしてるカズさん、星ありがとうございます。でも夏休みのさ、なんか自由にプール行ける開放プール日みたいなあるじゃないですか。あれめっちゃ行ってた。あれめっちゃ行ってましたね。小学校のいいエピソードって給食ネタぐらい、うん、給食しか勝たん。マジで給食しか思い出ない小学校。あと男の子に自転車競争買ったことぐらいかな。なんかそれがひなはもう結構今でも忘れないぐらい男の子に自転車競争に勝ったことがすごい嬉しくて、ずっと今でも不意に思い出す小学校の思い出、自転車競争。あと なんか高い坂道を自転車で友達とね下るっていう遊びをしてて、その時に男の子が大転びしてめっちゃ泣いてた、そのシーンをめっちゃ覚えてるウケる。田んぼの中で、あ、田んぼというか川の中で泥遊びめっちゃしてた。川の中の泥遊びもうめっちゃしてましたね。毎日毎日川入ってさ、もう泥んこになって帰ってた。木登りとかめっちゃしてたしな。木登りバリバリしてたよ。だって見ないもんな、今公園とか見ててもさ、木登りしてなんか上がっちゃいけないようなとこ上がってる子供さんとか。どう考えてもそこ上がっちゃいけないでしょみたいなとこめっちゃ上がったもん。普通にブランコのさ、ブランコってこうなってるじゃん。でこの上まで登るのこうやってわかる？ブランコってその鉄があってそこからこうブランコが垂れ下がってんじゃん。この鉄を登ってさ、この一番上にさ行ったりしたことある？今の子ってマジそういうのしないよね。でもひなたちの代でもあんまりしてないぐらいだわ。
わかる？それ男の子じゃん。そう、男の子みたいな遊びばっかりしてた。なんか公園の、なんて言うんですか、屋根み、なんて言うんだろうな、公園の、うん、普通にこう屋根が用意されてる場所があったんだけど、それもめっちゃ登ってた。裸足になってさ、靴だと滑っちゃうからさ、こうもう一本の棒を登るわけだから、もう何もこう掴んで、木とかだったらさ、木登りとかだったらさ、まあ、枝とかがあったらさ、こう枝をこうやっていけるじゃん。でも、もう普通に人工で作られたものに枝なんてないじゃないですか。もうまっすぐなこうポールを裸足になってこうやってしがみついて、こう少しずつ登っていくの。でもこれ裸足じゃないとダメ。裸足じゃないと、もう靴じゃ絶対登れない。裸足のその肌がさ、このポールに触れた時のキッっていう効果を使って登るんですよ。そう、足の裏で挟んで。その人間の肌がキッってなる効果を使って登るんですよね。そう、ゆうとさん、おっぱいありがとうございます。やってたな、運動神経悪いくせに頑張ってやってた。でもだからやっぱり自分運動神経ちっちゃい頃から悪かったから、そういうことには興味あるけど、運動神経は悪かったから、やっぱ周りの子とかがスラスラそういうことできても、ひなは結構いつも時間かかってた。男の子の中に女の子一人だったの。いや、結構ひなと仲良くなる女の子が結構そういうあの男の子気質な女の子っていうか、男の子気質ではない、普通にそういう遊び好きな子たち多かった。だからまあ男の子ともそういうことした、そう言って木登りしたりもしたけど、もうそんな別にずっと男の子と遊んでるわけじゃなくて、結構普通に女の子とやってましたね。竹馬とかもやった。やったけどめっちゃ運動神経悪くて、他の子たちみたいに全然うまくできなかった。みんなめっちゃ高い竹馬使えるやん。ひな、こんなしか上がってない竹馬しか使えなかった。なんか竹馬ってさ、もう地面からこんぐらいの竹馬とこんぐらいの竹馬あるじゃん。もう結構段階あるじゃん。もう女の子ってみんなこんな高い竹馬乗れるんだよ。どういう状況？みんなはできないからちっちゃいのを頑張って練習してた。あと一輪車も一生できなかった。女の子ってさ、一輪車できない子いないやん。まあ、男の子もやったらできるんだろうけど、まあ、でも一輪車ってまあ結構女の子の遊びじゃん、どっちかというと。一輪車もマジでできない。女の子で一輪車できない子なんて本当にほぼいないからさ、なんか昼休みの遊びが一輪車な女の子は苦手でした。超偏見、超偏見で無理。結構一輪車はマジで嫌だった。
やはりは竹馬どころかハイヒールでもこけそう。こけるね、確かに。そうと出勤するね、イベントお疲れ様、最後まで寝なくて、お、お仕事頑張ってね、ありがとうございます。ギリギリまでありがとう、頑張ります、最後まで。竹馬一連射逆上がり二重跳び全部、できなかった。自転車に補助輪なしで乗れるのも難かったり、どうなんだろうね、それがちょっといつ頃かが日の記憶にないんだよね。俺の時代女子はゴム跳び、ゴム跳び、何それ、全然聞いたことない。ゴム跳び、なんだろう。何ゴム跳びって。ゴム怖っ。知らないですね、ゴム跳び。ゴム跳び、なんだっけ、縄跳び的な。縄跳び的な。ドッジボールとか流行ってた。まあ普通に学校の企画とかでよくドッジボールやってました。ひなはもう下手くそだから、逃げるのに精一杯、人にも当てらんないし、ボール持ったところで人にあげらんないからさ、だからとりあえずボールが当たらないようにすることで精一杯だけど当たる。そうだけど当たっちゃうんですよね、全然足が遅くって。得意な球技とかあった？ないです。私はほんと球技が全部苦手、もう丸いボールを使って遊ぶスポーツ全部嫌い、嫌いじゃない、苦手、何にもできない、うまく何一つできない。ルンさんフォローありがとうございます。ヘヒをボールから守ってあげてお願いします。本当に守ってほしい。学校の休み時間何してた？鬼ごっこしてた。鬼ごっこしてたな。小学校の時は、小5、6年生の時は、いや本当子供、私ちっちゃい子がすごい好きなんですよ。でやっぱり小学校5、6年生からしたら小学校1年生ってめっちゃちっちゃいじゃないですか。もう5歳、6歳も違うから。だから5、6年生の時はもう昼休みになったら1年生迎えに行って体育館で一緒に鬼ごっこしてました。小学校1年生と。愛してるカズさん、ハートありがとうございます。
そう、子供、ちっちゃい子がめちゃ大好きなの、本当に。低学年可愛がってるヤヒめっちゃ想像つく。わかるでしょ？めっちゃ可愛がってた。めっちゃ可愛がってた。めっちゃ可愛いからさ。昨日電車に乗ったらちっちゃい赤ちゃんでも夫婦の方がいて、電車の中にね。夫婦の方がいて、赤ちゃん抱っこしてて、お母さんがで、赤ちゃんがめっちゃこっち見てきて、かわいいって、もうめっちゃ可愛いってなってたのね。で、ふとそのお父さんの方に目をやったら、あのカバン、あのなんていうの、そういう専用のカバン、犬専用のカバン持ってて、あの犬専用で入れられるカバン、そこに犬がいたんですよ。いや待って待って、赤ちゃんと犬のセットとか最高やんと思って、超素敵な家庭なんだろうなって思いました。いやマジで赤ちゃんと犬は最高。ひなも将来赤ちゃんができたら絶対赤ちゃんのうちから犬飼って二人を仲良くさせたい。一緒に成長してほしい。赤ちゃんも犬も赤ちゃんの時から一緒に成長してほしい。もうびっくりしちゃった。もう赤ちゃんの時点で赤ちゃんとめっちゃ目合って、赤ちゃん可愛いって思ってたのに、ふと違うところに目合ったら、そこに犬もいらっしゃったんです。神じゃん、犬と赤ちゃんとセットは。こんな無料で見させてもらっていいんですかって感じ。ね、ね、最高の組み合わせでしょ。赤ちゃん可愛いよね。赤ちゃん可愛い。本当に可愛い。赤ちゃん。赤ちゃんね、なんか親戚とか誰か赤ちゃんまだかな。親戚にあの赤ちゃん欲しい。誰かな、いとこかなって思ってるんだけど。いとこ待ってるよ。可愛くない？親戚に赤ちゃんいたら超会いに行きたいもん。それでさ、どんどん成長するにつれてさ、なんだろう、おばちゃん、おばちゃんはちょっとやだかなって言われたいんだ。わかんないけど呼んでほしい。超甘やかしてあげる。もうたくさんお金あげちゃう、たくさんお金あげちゃう、お金もないのに。いとこがさ、この間誕生日やったんですよ、うん、つい
もう今週のいつか、あ、今週先週かな、先週ぐらいいとこが誕生日でさ。まあ普通に誕生日っていうのは分かってたんだけど、まあ連絡してなくって、ひなからはね、まあ夜ぐらいにおめでとうって言って、なんかまあ去年下の子に、去年というか前回下の子の誕生日の時にさ、いとこのプレゼントっていうか LINE で送れるプレゼントだけど、まあお金ですね。プレゼントというかもお金です。あげたから、まあさすがに、まあ不平等だしあげてあげないとなと思いながら、まだ送ってなかったんですよ。夜になるまでね。そしたらあっちからさ、マイバースデーって連絡来たの。キモくない？もうひなはお金だと思われてる。そう、ひなも分かってたんだよ、ちゃんと夜に送ろうって思ってたんだけど、そう夜まで送らなかったらあっちから連絡来て、マイバースデー、でそれで、じゃあおめでとうって言って、まあお金をあげたわけ。私超偉くない？ひな、本当にひな、いとこという時点でお金をあげるって不平等だと思うんですよ。だっていとこなんだもん、私たち同等に生きているわけじゃん。まあでも、まあそれが年上になった宿命なのかなと思ってあげてあげたわけですよ、お金をね。そしたら、お前やるやん、愛してるぜってきた。めちゃめちゃ上から目線なんよ、もう死んだ。絶対将来あのやっぱ男の子だからさ、絶対将来あの立場逆転しようって今思ってる。ナルシスト、違う、ネタだよ、ネタですよ。正直に、あの正直に捉えないでください。正直じゃないや、あのそのまま捉えないでくださいね。あのネタです、はい。ネタですよ、お前やるやん愛してるって。超絶ネタですからね。冗談ですよ。そうだから、でもやっぱさ、男の子の方が絶対いい仕事に就くしさ、世界って。だから絶対将来そのいとこが、まあわかんないけど会社に勤めたりするか、なんか仕事始めたりしたら絶対逆転してやろうって思って、お金もらおうって今思ってる。絶対なんか高級ご飯とか連れてってもらおう。絶対高級ご飯とか、でなんか嫌がられたら誕生日プレゼントあげたよねって言う。確かに収入の平均では男の方が高いでしょ。私なんて多分もう全然稼げない人生だからさ、もう男いとこなんだけど、でもあっちから来るんだよ連絡、マイバースデーって、びっくりしちゃった。修学旅行もめっちゃお小遣いあげたし、なんかひなはめっちゃお金くれる人だと思われてる今多分。ひななんかさ、そういうのあげちゃうんだよね。ひなってめっちゃケチやん。めっちゃケチだし、
なんか何事にもお金使いたくないけど、なんかあげちゃうんだよね、変な、なんか昔もそうだったの。あの昔あのお祭りあるじゃんお祭りとかでいとこに会ったらお金あげちゃうタイプだったのまあそのお金も私がもらったお小遣いだから、まあ私が働いてゲットしたお金とかではないけど、まあお小遣いもらってたから、まあひなのお金にはなってたお金とかをなんかお祭りでいとこに会ったりしたら、はいお小遣いとか言ってあげちゃってたひな、なんかそういうタイプなんだよね、謎に。めっちゃ基地だけど、結構いないとこにお金あげてる気がする。またなんかあったらねだられるんやろうな。でもあげちゃうんだよねでも唯一あげてないのはお年玉。お年玉はあげないようにしてる。だってね、なんでひなだけあげないかんって思って、だからまあ誕生日とか修学旅行とかはお小遣いあげたけど、お正月はもうあげたらなんかもうあげなきゃになっちゃいそうだし嫌だなと思ってそう一度あげたら終わりな気がしてあげないです。いやでも誕生日と修学旅行あげてる時点ですごいからね。だって私たちいとこだから、まだ何おいっ子とかその対等じゃない、自分よりし、なんていうの、下って言ったら言い方あれだけど、なんていう、例えばお姉ちゃんのいとこの子供とかさ、そういう甥っ子とか姪っ子とかにお正月渡したりとか誕生日プレゼント渡すのは全然わかるんだけど、でも私たち対等なわけで、あっちからはもらえないのに私からはあげてるってすごくはにゃんって感じなんですよね。私からしたらいとこっていう時点で対等だからって思うけど、まあ自分より年は下だし、まあ将来たくさん男の子が稼いだ時にたくさんいいご飯をおごってもらうって考えたらまあいいかと思ってひな愛してるかずさんの花ありがとうございます。はい、そんな感じ。将来出世払いで倍返ししてもらいましょう。もうほんとそうします。もうしかもさ、ひなってばさ、ひなってばもうこの手がおばあちゃんみたい。ひなってばさ、なんかじゃあまああげるになったとしても、まあそのちょっとにしとけばいいのに、なんか多くあげてしまうんですよ。それがほんとにもうひなのダメなとこ。そのまああげる時点でもう優しいじゃないですか。なのになんか多くあげてしまうんですよねそうさすがに万単位とかそんなお金私にないです。そんな余裕私にないです。万もお金持ってない普通にわっ、キュマンさん、猫の猫10連タワーありがとうございます。ありがとうございます。 K1 さんありがとうございますありがとう。そうだから結構そのだからちょっとあーって言ってちょっと多めにあげちゃうんだよね
なんかお姉ちゃん、ひなのお姉ちゃんにもその修学旅行代を代というか修学旅行のお小遣いちょうだいって言ったらしくって、でお姉ちゃんもくれたんだって。でも全然ひなたの方がもらったって言われた。お姉ちゃんは多分そういうのね、まああげてはあげるけど、まあほんとはいぐらいの気。でもひなはもうそういうのおねだりされるとってなってあげちゃうんですよ。バカですよね、本当に。あげたくなっちゃう。ではもう終わり時間ですね。はい、ということでみなちょくにおねだりされたら全財産はやばい。はい、ということでイベント最終枠これで終わり。え、すごい。正代さん、すごい。しかもえ、めっちゃすごいやつじゃないですか。タワーどころじゃないタワーだよね。そうだよね。ありがとうございます。正代さん、タワーどころじゃないタワー、ありがとうございます。びっくり、ありがとう、ありがとうございます。イベントお疲れ様でした。ありがとう、本当にありがとうございます。なんかこんなもん最終枠なのにちょっと本当すっぴんな顔で申し訳ないんですけど。ありがとうございます。今日ね、本当は夜もできたらよかったんですけど、最後までちょっとお昼で最後になってしまいました。嬉しい、すごい可愛い。くまさんがキスしてる。そうだもんね、だってそういうイベントですもんね。結婚のイベントですもんね。ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。そう、それだ、ジューンブライド、ありがとうございます。うん、びっくりした、ありがとう。はい、ということで、まあ、ちょっと一週間、ちょっと初だったんですけど、ゆるくイベントに参加するの、初だったんですけど、皆さん、たくさん星集め、星捨て星、カウント、星投げ、コメント、たくさん一週間してくださってありがとうございました。忙しい中、たくさん、やってくださって本当ありがとうございます。避難してるカズさん、お疲れギフトありがとうございます。いやでもやっぱイベント出たことによってフォロワーさんも増えましたし、やっぱり知っていただけたあれもあるんじゃないかなと思いました。一週間楽しかった、ありがとう、嬉しい、楽しい一週間になりました、ありがとう。キワさん、ありがとうございます。ギフト、あ、避難してるカズさん、尊いギフトありがとうございます。ユタさん、お疲れギフトありがとうございます。避難してるカズさん、お花ターバーありがとうございます。楽しかった、ありがとうございます、本当に。まあね、ちょっとそうだね。なんかゆるーく参加してる感じなので、なんかちょっとまだつかめなかったですけど、本当にゆるい参加の中でも
こうやってギフトとかたくさん投げてくださったりとかしてくださって本当にありがとうございました。ケワンさん猫のギフトありがとうございますいつかガチイベもするのか。そうなんですよね、いつか、ちょっといつとは決まってないんですけど、あのガチイベも参加したいなと。でとりあえずこう月1でね、こういう風にゆるイベに参加していく状態にはなるんですけど、まあでもやっぱでもイベントだからこうやって順位はね出るので、やっぱりゆるイベの時はまあこれからの話は大事なんですけど、やばい、なんか喉がカッサカサゆるイベの時はまあちょっとあの星投げカウントで、あの頑張ってやりたいなって思ってますだから今回ゆるイベだったのに、こうしてねあの皆さんあのギフトもたくさん投げてくださったりしてくださってありがとうございましただからいつかガチイベした時は全力応援よろしくお願いします。まあその時のために今こうゆるイベで星投げとかをこう毎月復習していけたりとか、まあ変なもんなんかショールーム強化月間みたいな感じで1週間配信ちょっと多めにとかカラオケとかねできたからできたりしたんじゃないかなと思うのでまあゆるイベの方は結構そのあんまり大きく考えずにって言ったらあれですけど、まあ、イベントには参加してる状態だけど、まあ、そこまでそのあの本当にめちゃくちゃギフト投げていただくとかは本当に、まあ、今回みんなこうやってたくさん投げてくださったんですけど、本当に無理しないでほしいなという気持ちが本当に大きいので、あのぜひガチイベの時に全力応援してくださいっていう気持ちです。本当にたくさんギフトとか投げてくださってありがとうございました。ケワンさん猫のギフトありがとうございます。でも本当にねそのガチなんていうんですかね、ガチでこう、うん、予定作ったりして配信してるわけでもなかったのに、今こうして5位っていうもうすごい上位の何人も参加してらっしゃる中でこうやって5位っていう順位に位置していただけてるのは本当みんなのおかげです。本当たくさん星投げカウントギフトありがとうございますガチイベの時に蓄えておく、ありがとう、本当ありがとうねありがとうございます。アンドゥさん猫のギフトありがとうございます。はい、ということでそろそろランキングを読みたいと思います。13位もちゅさんありがとうございます。12位ます先生さんありがとうございます。11位 ARQ さんありがとうございます。10位ゴリポンさんありがとうございます9位ましおさんありがとうございます。8位松蔵さんありがとうございます。7位ゆうとさんありがとうございます。6位じんさんありがとうございます。5位ひな愛してるかずさんありがとうございます4位なかさんありがとうございます。3位アンドゥさんありがとうございます。2位正代さんありがとうございます。第1位ケワンさんありがとうございますありがとうございます。はい、ということでイベント最終枠でした。皆さん最後まで応援してくださって、うわすごい、お昼だからかめっちゃ見てくださってる。最後まで応援してくださってありがとうございました。また来月もこうしてイベント出ると思うんですけどまた星投げ一緒に頑張って、ショールーム強化月間一緒にまたしてくれたら嬉しいです。いつかガチイベ出た時は全力応援よろしくお願いします。ということで今日もじゃない午後も頑張りました。今日の配信はこれで終わりになります。午後も頑張ってください。ありがとうございました。本当イベント
イベントを1週間応援してくださってありがとうございました。みんな忙しい中時間作ってくださってありがとう。またね、ありがとうございました。午後も頑張ってください。ありがとうございました。皆さん、はい、やんありがとうございました。バイバーイ。